海上自衛隊の護衛艦加賀の空母海の改修工事がそろそろ終盤に差し掛かろうとしています。改修工事が終わればついに F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まることになります。 F-35B 戦闘機の配備先ですが宮崎県の新田原基地と決定しました。今回は護衛艦出雲、加賀での F-35B 戦闘機運用について取り上げたいと思います。ロシアのウクライナ侵攻による戦争を例示するまでもなく、世界情勢は刻々と変化しています。ドローンによる攻撃が成果を上げているというニュースが連日飛び込んでくる昨今、今更 F-35B 戦闘機が必要なのかという疑問も多く出されているようです。将来的に戦闘機というものが本当に必要になるのか、不確定要素の多すぎる状況へ向かっているとも言えましょう。海自の出雲、片護衛艦出雲と加賀は、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の B タイプを運用するため、空母化改修工事が行われています。この F-35 の B タイプというのは、空自が導入を進めている F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸、垂直着陸、ストブル型なのです。つまり、短い滑走路でも、離着陸が可能な戦闘機というわけですね。一番艦であり、ネームシップでもある出雲は、2021年6月、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、1回目の改修を終わりました。この工事では、F-35B が垂直着艦を行う飛行甲板の箇所を、特殊塗装で耐熱化工事を行ったり、誘導灯などを設置、短距離発艦のため、艦首から艦尾までの黄色い表示線、ドラムラインを引くなどの多くの改修をしたようです。出雲、ですが、1回目の改修後の2021年10月5日、アメリカ海兵隊の F-35B が伊豆、モノ艦上で発着艦試験を実施しました。海兵隊パイロットは、F-35B 機体の中心を前述の表示線に合わせて着艦、また表示線に沿って飛行甲板を滑走始発艦に成功しました。なかなか順調ですね。そして伊豆、モノ2回目の改修は2024年度に実施される予定ということです。艦首形状を現在の台形から四角形に変更する工事、着艦誘導装置、飛行甲板の表示機透過灯の改造、温度計測装置、衛星通信装置改造、艦内区画の変更などを行い、2年後の2026年度中には、空母化工事が完了するスケジュールということです。2番艦の加賀ですが、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所のドックで、1回目の改修工事が行われています。加賀ハイズ、元同様、飛行甲板の耐熱塗装工事や、表示線塗装などの作業と同時に、艦首形状を四角形へ変更する工事も施工されるということです。この改修工事は、2023年の中に完了する予定です。その後2026年から2年間で、2回目の改修工事の予定になっていて、それが終わると空母化改修工事も終わりです。ということは、2026年に空母化が完了するはずの出雲、加賀より、一足先に空母として収益することになるわけです。その一方、艦載機となる F-35B 戦闘機は、42機の購入計画があるようです。2023年の予算で8機分を購入する予算として1435億円が計上されています。国内の陸上配備予定基地は宮崎県の航空自衛隊新田原基地とされていて、
出雲、片越間2隻の改修工事完了を待つことになるようです。日本国内のネットや SNS などの声を紹介してみますね。出雲、片越間の空母化完了後に艦載できる F-35B 戦闘機の数は、防衛省の見積もりによると、艦内に収容できるのは10機程度と言われている。露天駐機スペースは、飛行甲板全部に5機、飛行甲板後部には3機、計8機のスペースがあるので、それらを利用しても、18機の運用がマックスではないか。中国海軍が、現在3隻保有している、通常動力正規空母遼寧には36機、山東は44機、昨年6月に進水した、福建は60機というから、比較して、搭載機数は全然少ないから、空母として真正面から、対戦できる戦力にはならないと出雲、片空母化計画を批判する声があるそうです。逆に、こういった批判は、出雲、片越艦で、F-35B を運用する意味を理解していないと、指摘する意見もあるそうです。防衛省は、世界の航空戦力の潮流が、第5世代ステルス戦闘機配備を進めている現状、日本周辺の防衛において、航空優勢を途切れることなく確保するため、高性能な戦闘機を日本本土にある飛行場からのより多い離発着ができるように、柔軟な運用体制を作ろうとしていると思われます。しかし、2023年現在、自衛隊が使用可能な飛行場は、民間航空会社との共用飛行場を含めて、全国の45カ所しかありません。しかも現在の航空自衛隊の主力戦闘機である F-15J イーグルが、離発着可能な2400メートル以上の滑走路を持つ飛行場は、20カ所しかないのが現状です。特に、太平洋上では、本土から、かなり遠い小笠原諸島南端の硫黄島基地1カ所しかないという状態なのです。また、中国海軍の外洋進出を妨げる存在として、重要な南西諸島ですが、距離としては、鹿児島県から台湾まで、長さ 1200km にも及ぶのです。その長距離の中で、戦闘機の発着に支障がない滑走路を持っているのは、沖縄本島の那覇基地と、沖縄県が自衛隊機の使用を認めていない宮古島隣の下地島空港の2カ所しかないということです。そういった事情のため、これらの地域で有事の際、航空優勢を確保するには、数百 M 程度の滑走路であれば離陸可能である。ストブル機の F-35B が必要です。理論的には、自衛隊が使用している、すべての飛行場の運用が可能となるだけで、なく、小さな島でも運用できるはずです。そして、そこに空母があれば移動する飛行場として、補給基地を確保できることになります。陸上基地から飛来する F-35B が、敵艦隊攻撃後の補給基地として運用するとなれば、出雲、片越艦は、時間直延用の F-35B を数機搭載するだけでいいのです。つまり、常時多数の艦載機を乗せておく、必要はありません。さらに、当初の小さな飛行場に、F-35B の飛行隊が展開する場合、問題となるのは、整備部隊と補給部隊の存在で、通常基地として使用していない飛行場であれば、それらの部隊を運搬して配備しなければならないということになります。南西諸島なら、飛行場を持つすべての島に、前もって後方支援部隊を配置しておけばいいのですが、ご多分に漏れず、人員不足が問題になっている自衛隊で、それだけの人員を配置できる余裕はありませんし、そのための膨大な予算も、必要になってきます。そのため、今後導入される F-35B 戦闘機を活かすため、整備部隊と必要なパーツ類一式と補給部隊、ミサイルなどの弾薬や燃料を満載したタンクローリー、
さらに、飛行場防衛用の地対空ミサイルシステムなどをパッケージ化して、有事の緊急時には即展開できる部隊の編成を急ぐべきという指摘もあるそうです。しかし、空母化改修が完了した出雲、片護衛艦なら、整備部隊と必要なパーツ類、航空燃料や弾薬などを常時艦内に満載しておけるのです。敵艦隊を攻撃する F-35B への支援として、発着艦するだけでなく、補給やパイロットに給与を与えることも可能になります。さらに、出雲、片護衛艦を中心に、防空に特化したイージス護衛艦などで艦隊を編成することで、直縁用 F-35B とともに、敵航空機や地対艦ミサイルなどの攻撃に対する艦隊上空の防空が可能になります。出雲、片護衛艦を空母として使用する場合に問題になるのは、艦艇が海自、航空機が空自とそれぞれの命令系統が異なることと言われます。一例ですが、奪われた島嶼を奪還する作戦に従事する場合、水陸両用作戦を実施する陸自の水陸機動団の指揮下に入ることになりますから、状況によっては、水陸機動団を乗せた垂直離着陸が可能なティルトローター機、V-22 オスプレイや大型輸送ヘリコプター CH-47J チヌークなど陸上自衛隊機が発着艦する可能性も出てきます。そういった場合の指揮系統などについて、綿密な調整が必要とみられます。また、敵の上陸部隊の攻撃を受ける、島嶼防衛にあたる、地上部隊を空自が援護する場合、出雲、片護衛艦を含む護衛艦隊は、新田原基地の F-35B 飛行隊が所属する第5航空団司令部の指揮下に入ることになると考えられます。仮に、中国海軍空母部隊の進出を阻止するために出動する場合、空自の F-35B 飛行隊が、海自の護衛隊軍の指揮下に入ることになるのです。このように、状況に応じて、指揮系統を整理し、臨機応変に対応する必要があるのです。そのためには、空母化した出雲、片護衛艦と、第5世代ステルス戦闘機 F-35B で編成される飛行隊を様々な想定下でそのスペックを効率よく引き出して運用するために陸、海、空3つの自衛隊がそれぞれの立場を主張せず互いをリスペクトしつつ協力し連携していくことが重要とされます。また、日本の防衛についてはアメリカ軍との協力や連携も必要不可欠です。無駄なく、スムーズ協力と連携のため、3つの自衛隊を統合する上位組織として、アメリカ軍における総合参謀本部のような存在が必要不可欠とされ、その創設を急ぐべきという意見も多いようです。高い能力が要求される人材が、人員不足の自衛隊ですぐ見つかるのかなど、外部の人間としては、心配なことが多いと感じてしまいます。